こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、モテる男性がやっている行動についてお話をさせていただきたいと思います。それはですね、会話中にねできることなんですけれども、モテる男性が何をやっているかっていうと、リアクションなんですね。リアクション、例えば何か、あ、すごいねっていうのと、すごいねって、ってこう感嘆詞をつけるだけで、すごいね、本当にすごいと思ってくれてるんだって女性は思ってくれるんですね。で、っていう言葉をつけることによって表情も明るくなりますよね。脳面の顔で、すごいねとはあんまり言わないじゃないですか。すごいねっていうリアクションをしてくれると、男性もね、女性が、すごいですねって言ってくれるとすごい嬉しいと思うんですよね。で、女性もしっかり男性にリアクションをしてもらいたいんですよ。何か言った時に、それすごいいいねって言ってくれたりすると、女性も、すごい嬉しい気持ちになって、リアクションしてくれるあなたと話すことがすごい楽しいと思うようになるんですね。で、男性って結構リアクション苦手な人っていうのも多かったりするんですけれども、感嘆詞、わーとか、とか、おーとか、そういう感嘆詞をねつけるっていうイメージで、ぜひね、こう、わーすごいね、おーすごいねっていう感じで1個ね、1ワードつけてみて、会話してみると盛り上がりやすくなるので、ぜひやってみてください。では今日も、メルマガの登録と LINE のお友達登録、コメント欄にやり方が書いてあります。どっちもね違うことを言ってますので、メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。